カランコへの葉の周辺から芽生えた新しい個体。栄養繁殖とは、植物の生殖の様式の一つ。栄養生殖とも呼ぶ。はい、種子を経由せずに根、ね、茎、葉などの栄養期間から、次の世代の植物が繁殖する、無性生殖である。植物の繁殖様式の一つとして観察され、特に種子繁殖力が低い麹事倍数体では、 一般的な繁殖様式である。農業でも作物の種苗生産に広く用いられており、芋類や球根の例がある。以下は主に農業の観点から栄養繁殖について記述する。野菜、果樹、花の園芸各分野やガーデニングで栄養繁殖による増殖が広く行われている。前期の栄養繁殖期間を種苗として用いる他にも、刺し木、取り木、茎伏せ、 株分け、継ぎ木などの手法がある。また、1980年代から組織培養によって作成された黒ーン内も一部では利用されている。継ぎ木は家樹など種子での増殖が難しい木元植物の増殖にも用いられる。このような木元植物の継ぎ木は一種の自為的な栄養繁殖と捉えることができる。栄養繁殖は短い期間に 同じ遺伝子型の作物を増殖させることができるが、一度ウイルスに感染すると、そのウイルスを保持したまま増殖することになる。ウイルスに感染した作物は、収量や品質が劣るので、対策が必要になる。多くの作物ではその特性に変化が起きないように、公的機関が大元になる種苗を生産し、それをさらに増殖した後に一般に配布する。 一度ウイルス感染が起きてしまったものに対して、組織培養によるウイルスの除去が行われることもある。植物では体細胞から不定肺発生をするアポミクシスがギニアグラスなどで、魂細胞が肺発生する多肺現象が柑橘類やマンゴーで観察されている。ありがとうございます。